中央通り、中央通りは、香川県高松市の三方と、高松玉も交差点から立林公園前交差点に、至る全長約2 4 k m における国道30号、及び国道11号の愛称である。文字通り、高松市の中央を南北に貫く同士のメインストリート及びシンボルゾーンであり、そのアシスロードとして、日本の道100線に選定されている。 名称の繁用性から高松中央通りとも呼ばれる。起点の三ポート、高松玉も交差点から中心町交差点までの福音は36メートル、そこから栗林公園前交差点までは33メートルであり、全区間上下三車線である。内福音4メートルの中央分離帯には8メートル間隔で214本のクスキの,の大木が植えられ、 高松市のシンボルであるとともに、景観の良さが評価されて、1986年、昭和61年8月10日の道の日に、旧建設省と、同日、実行委員会により制定された、日本の道百選に選定されているほか、1994年、平成6年には、読売新聞社選定の、新、日本街路寺百景の一つに選定されている。沿道には、 日本銀行高松支店、高松高等裁判所、高松国税局をはじめとする公的機関や大手企業の支社、支店、114銀行、香川銀行、穴吹工務店などの香川県を代表する企業の本社などがおかており、四国における経済、行政、地方の一拠点となっている。旧丸亀街道である兵庫町商店街との交差点には、 高松市道路原表がある。中央通りの前身は、昭和天皇、当時皇太子成婚の記念として、1924年、大正13年7月に着工し1925年、大正14年3月31日に竣工した、高松城総局林内を貫通するように整備された、記念道路ある。開通時の福音は22メートル、延長は616メートルで、 開通後は沿線に大企業の支店が次々と進出し、当時としては珍しい鉄筋コンクリートの建物が立ち並ぶなど、四国有数のビジネス街としての歴史が始まる。記念道路は高松城の総曲林内を貫通しており、道路用地だけでなく、特に旧桜の馬場の西半分は中堀も含めて埋め立てられ、道路沿うように城内の施設も一切取り払われて、 市街地として造成されている。開通から3年後の1928年、昭和3年に、それまで高松城内であった記念道路沿線がことぶき町として、新港町1丁目から4丁目か独立した。戦時中にはすでに中心町交差点までは整備されていたことが確認されており、大戦後は、戦災復興都市計画により整備され、1954年、 昭和29年に栗林公園までの区間が延伸された。大戦復興都市計画によって整備された当時は、香川県内でも、福音の広い規格の道路で、福音4メートルある、中央分離帯のクスノキは1948年、昭和23年から1949年、昭和24年にかけて植栽されたのである。後にこの中央分離帯は、 高松市と当時の建設省、原国土交通省の覚書により、1986年、昭和61年から、高松市が四季の花を植栽してするようになった。片側三車線ではあるが、北へ行くほど路上駐車が多くなり、特に国道30号の区間である、番町交差点以北は常に外側一車線が塞がっている。また、 全線にわたって右折レーンがない小規模交差点が多く、内側1車線は右折待ちの車両によって塞がっていることが多い。毎年8月14日には、佐ぬ高松祭り総踊りが開催されるため、中央公園を中心に、ことぶき町交差点から、中心町交差点までの区間が歩行者天国となり、交通規制が敷かれる。また、12月には、高松冬の祭りが、 中央公園で開催され、中央通りにも数十万個のイルミネーションが灯される。中央分離帯は平均樹高10メートルを超すクスノキが整然と林立する。ここにムクドリが生息しており、夏秋冬の批判食期には約3000羽のムクドリが騒音、糞害などを起こす。日中は自然の豊富な高松市郊外で餌を取るなどの活動をしているため、 特に夕方の騒音が激しい。ムクドリは、有害鳥獣の一種でカラスやヘビなどの天敵の、寄り付きにくい、市街地にねぐらを取り、日中は周辺に餌を取りに行く。そのことから、高松市周辺ではまだ自然が残されていることや、中央分離帯に生息しているため歩行者への、分害は少ないこと、自然との共存などを考慮し、駆除は行われていない。 バス優先レーン適用時間帯は中停車禁止となる。除外車は蒸気対象車両に加え、緊急自動車、郵便収集車。タクシーは乗降時のみ停車か。なお下り線のうち、中央公園南交差点中心町交差点が規制されていないのは、各交差点が河原町駅への流入、流出路となっているため、全便が同駅を経由している。 一般路線バスは、同区間を通らないらである、高速バスと高松空港行きで無人バスの一部は、経由しないため同区間を通る。全線を通した、平均交通量は33,519台。都心部よりも南に向かうほど、交通量が増え、混雑度も高くなる。前回2005年調査時と比較すると、全線で交通量が減少している。全線最高速度は、 時速 50km であるが、昼間12時間の平均旅行速度は非常に遅く、特に起点の三方と高松玉も交差点から中心町交差点までは都心部に位置することもあって、流れは時速 20km にも満たない。都市計画道路高松港岩崎線は東道路と空港通りの格前線からなる。かつては、 高松市寺井町を境に伊北が高松港寺井線、伊南が岩崎寺井線と別々に指定されていたが、2006年、平成18年6月2日の香川県国時代457号によって統合されて、現路線名に改名された。高松港寺井線は1946年6月5日、戦災復興院国時代39号により指定。車線数、 名称の変更などを除く、最終決定日は1992年、平成4年12月11日。岩崎寺井線は1984年、昭和59年9月1日、香川県国時代655号により指定。車線数、名称の変更などを除く、最終決定日は2001年、平成13年3月30日。東道路は、 高松市のメインストリートである他に、沿線は四国地方の経済を支える有数のオフィス街であり、高層ビルが林立している。北より順に記載、オフィス街の中心にあり1981年、昭和56年野球場跡地に完成した高松市立中央公園のほか、沿道には高松駅前の玉も城、三宝と高松、松平藩11台の庭園である。 栗林公園など高松市を代表するシンボルゾーンがあり散策などの格好のコースとして香川県民や高松市民にも親しまれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。